タガール作戦は第四次中東戦争中の1973年10月7日にイスラエル空軍が実施したエジプト空軍基地への空爆作戦。エジプト国内の空軍基地及び地対空ミサイル陣地等を目標とし4波に及ぶ攻撃が計画された。第1波攻撃は6時30分頃から開始され7カ所の空軍基地を空爆したが ゴラン高原で、シリア軍と交戦中の地上部隊が苦戦中であることから、第2廃行は中止され、ゴラン高原の地上部隊支援に回された。1973年10月6日に、エジプトシリア両軍の奇襲攻撃により、第4次中東戦争が勃発した。イスラエル空軍は2時間後に反撃を開始し、 スエズ運河を溶かしたエジプト軍とゴラン高原から進行したシリア軍を空爆したが、濃密な防空網によって、初日だけで30機が撃墜された。エジプト軍は S-75 及び S-125 地対空ミサイル陣地をスエズ運河沿いに設置し、中、低高度防空には 2K12 地対空ミサイル10、10-23から4次走行者機関砲。 QK32 携帯式地対空ミサイルを用いて多段階の防空網を構築していた。10月6日の夕方から夜にかけてイスラエル空軍は翌7日朝にスエズ運河正面のエジプト軍に対する攻撃を検討第1段階で地対空ミサイル陣地を防衛する対空火器及びエジプト国内の空軍基地数箇所を攻撃対象とし第2段階で 対空ミサイル陣地を攻撃する計画としたイスラエル空軍の a 4 n ベに、スエフタンタシュブラヒトジャナクリスマンスーラクタミヤ、イスラエル空軍の空爆を受けたエジプト空軍基地10月7日3時50分、ゴラン高原で戦闘中のイスラエル陸軍第188機構旅団の、クセント、シリア軍戦車部隊が進行中であるという情報が、届き、5時に、 シリア軍の進行を阻止できないことが明らかになったとき、ベニーペレド空軍司令官は午前中にタガール作戦を実行し、午後にシリア軍対空ミサイル陣地攻撃作戦であるドーマンゴ作戦を実行可能か判断を求められ、タガール作戦を中止し、ドーマンゴ作戦のみを実行することが決定された。しかし、作戦投入用航空機への武装の搭載が完了し、 離陸準備体制が整っていたことから、ペレドは第一波攻撃のみ実施を決定した。第一波攻撃には第109飛行隊及び第115飛行隊など複数の飛行隊から約80機が参加した。第一波攻撃は6時30分頃にベニス F、ビル・アリド、タンタ、マンスーラー、シュブラヒト、ジャマクリス、クトミアのエジプト空軍基地を空爆したが、 エジプト空軍機は、コンクリート製大爆格納庫に防護されており、滑走路に損傷を与えた程度だった。また、6機のエジプト空軍機を撃墜したが、イスラエル空軍の A-4 攻撃機2機が、対空砲火で撃墜され、乗員2名が戦死した。イスラエル空軍は、タガール作戦中止後、スエズ運河方面においては、地上部隊支援任務のみに投入され、 仮説教及び渡化中の敵部隊を攻撃した。エジプト軍の防空網を回避するため、低高度高速侵入戦術を取ったが、それによって、地上目標の見極めが、ますます難しくなったほか、多数の対空機関砲と QK32、携帯式地対空ミサイルの一斉攻撃にお受け、低空戦術にもかかわらず、相当な損失を免れることができなかった。ありがとうございます。